はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。今回は前の動画でもお話ししましたノイズ対策遮音マット。こちらのラゲッジ用新型ボクシー専用パッケージを紹介します。はい、ということで前の動画でこの新型ボクシー専用の車内に施工しますノイズ対策遮音マット、こちらを紹介しました。まだご覧になってない方はですね、この動画の説明文、概要欄に動画のリンクを記載しておきますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、そして今回はこちら、ノイズ対策遮音マットのラゲッジ用を紹介します。こちらの商品は前回の動画でご案内したノイズ対策遮音マットと素材が同じものになっています。それをですね、この汎用性のあるサイズにカットしたものが今回のラゲッジ用の商品になります。ですので本来はですね、車種専用というよりは汎用品ということで販売をしておりました。この動画でもレヴォーグであったり、ヤリスクロスであったり、そういった様々な車種で紹介もしているんですけれども、汎用とはいえですね、実際にその車に何枚ぐらい施工できるのか、これがですね、分かった方がより施工しやすいかなということで、この新型ボクシーにこちら、理想的な枚数はどのぐらいになるのか、そちらをですね、紹介したいと思います。そして実際にですね、この製品をこのデモカーの新型ボクシーに張り込みもしてみます。その施工する様子もですね、紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではですね、実際に施工していくんですけれども、今まだ施工していない状態になっています。この状態で下からですね、ノイズを発生させて、車内はどの程度、まあ車内といってもこのラゲッジルームの部分になるんですが、どの程度の騒音になっているかというのをデシベルメーターを使って計測してみたいと思います。そのために使用するのがまずこのノイズ発生器なんですが、これ実際に発生させてみます。 FM ボイスモード、はい、まあ、聞こえると思うんですが、このノイズ発生器を今ちょっとボリュームを下げましたけれども、これを車体の下、ここからですね、このラゲッジフロアの真下に置いてこの騒音を発生させます。これをノーマル状態の時はどのぐらいの騒音なのか。そして施工後にですね、全くこちらの条件は一緒にして同じように計測してみます。その時にこの騒音発生器から発生させる今のノイズ、これがどの程度遮音されているか。それをですね、デシベルメーターの数値で見てみたいと思います。ただこれはあくまでも、要するにこういう状態ですね。騒音発生器がありまして、空間があってラゲッジフロアの鉄板がある、その鉄板の上にこれを今回施工しますので、この上にデシベルメーターを置く、この状態です。ですから実際に走行して運転している位置で聞くノイズとはまた違います。この製品自体の遮音がどの程度なのかというのを見るための映像になります。それをあらかじめご了承ください。はい、そしてデシベルメーターはいつもこの動画で使用しています、このスマートフォンアプリのデシベルメーターを使用します。今この声に合わせてメーターが触れてますが、ほんのちょっとの音でも拾ってこのメーターが触れます。そしてこれを停止しますと、その計測を開始した間の平均とその時のマックスを表示します。こちらをですね、このラゲッジルームのこのフロアにこの状態で設置して計測を開始。その時に下に先ほどのノイズ発生器を入れていきます。この状態で施工前と施工後はどうなるのかやってみたいと思います。はい、では施工の仕方を紹介していきます。まずは3列目のシートは跳ね上げておきます。そうしますとこのラゲッジフロアのこのトレイが取り外すことができます。はい、このようにして取り外します。はい、続いてこちらのパネルを取り外します。
はい、では続いてこちらの室内側のパネルを取り外します。はい、2箇所パネルを取り外しますと、このようにですね、内装を止めているクリップが出てきます。このクリップをリムーバーを使って引き抜きます。はい、5箇所クリップを引き抜きました。あと2箇所クリップがあるんですが、この両側のこちらのパネル、このパネルの裏側、位置的にはこの辺りになりますね。ここに先ほどと同じクリップがこの影にありますので、これを引き抜きます。はい、そうしますと、この内張り、これがですね、車体から取り外せることになりますので、はい、このようにして取り外していきます。ここにですね、ラケッチ用のノイズ対策遮音マットを施工していきます。はい、では施工箇所を脱脂していきます。このようにブレーキパーツクリーナーですとか、シリコンオフを使って脱脂をします。はい、綺麗に脱脂しましたらば、いよいよノイズ対策遮音マット、ラケッチ用、こちらの製品をですね、貼り付けていきます。こちらの製品は裏側がですね、このように剥離紙を剥がすと、ここはですね、粘着層になっていますので、これを剥がして貼り付けていきます。新型ボクシーのガソリン車、事前にですね、こちらの枚数の方を確認していますが、全部で28枚使用します。28枚を今からですね、施工していきます。はい、このようにして貼り進めていきますが、このラケッチフロアですね、今見えているだけでもこれ4箇所、グロメットがあります。このグロメット、いざという時にですね、排水できるようになるんですけれども、これ実は外すと、今下から指を入れてますが、このようにですね、もうつながります。ただこのグロメットだけで塞いでるような状態になっていますので、こういったところもですね、静寂性の観点からするとあまりいい環境ではありませんので、今回はこのグロメットの上からこのまま施工します。このように貼り付けてしまいます。ならこれで問題はないんですが、もし気になる場合はですね、ハサミで簡単に切れる製品になりますので、このグロメットの部分きれいに丸く切り抜いたりですとか、あとはですね、これ切ったと想定していただいて、このように逃げるように貼り付けるですとか、そういった工夫をして貼り込みをしていってください。今回は全部上から貼り付けます。はい、こちらが貼り込み完了した状態になります。これで全部で28枚のピースを施工した状態ですね。途中カットするシーンはあまりなかったんですけれども、例えばこのようにハサミで簡単にカットして形状を整えて貼ることも手軽に可能になっています。ですのでカットしたらですね、なるべく歯切れを捨てずに貼れるところにしっかり貼り付けて施工してください。でこちらはですね、あくまで28ピースの参考という形で紹介させていただいてますので、ボクシーのこのパッケージは28枚ですが、汎用品を追加してさらに貼り込みすることも可能です。例えばですね、こういった内装パネル外すことが可能な方はですね、このパネルを外して中のパネルに施工することも可能です。はい、ではこれで完了になりますので、取り外していた内装品を元に戻します。はい、今回の動画、ノイズ対策遮音マットラケッチ用新型ボクシー専用パッケージ、いかがだったでしょうか。この動画の中でデシベルメーターを使用して
数値で検証しているんですけれども、この検証方法はですね、あくまでも車が止まっている状態でこのマットを施工した真下にノイズ発生器を置いて、さらに計測するデシベルメーターはスマートフォンですね、それはこの真上に置いて、この状態での計測になります。実際にですね、走行した状態、こちらの検証データではありませんのでご了承ください。これをラゲッジフロアに施工して走行した場合となると、なかなかですね、他の部分から他の騒音が入ってきたりします。はい、このようにですね、車というのは走行しますと様々なところからノイズが入ってきます。それはですね、もちろんフロアであったり、それからドアであったり、ガラスであったり、ルーフであったり、いろんなところから入ってくるんですけれども、それをですね、ドアのデッドニングをしたり、フロアのデッドニングをしたり、ルーフのデッドニングをしたりと、そういった形で要所要所で対策を取っていきます。その中の対策の一つとして、このラゲッジ用もあるというふうに解釈していただければと思います。ですので、これをですね、ラゲッジフロアに施工すると、車内のすべてのノイズが消えるわけではありませんので、こちらはですね、あらかじめご了承ください。今回の動画でこのラゲッジの施工方法をご覧になっていただいたと思うんですが、新型ボクシーのラゲッジルームですね、床のトレイを外すと、もうその下はアンダーカーペットが入っていますが、非常に薄いアンダーカーペット1枚だけになります。他のフロアと違って遮音スポンジとかも入ってない状態です。そしてその下にはもう鉄板で、これも1枚だけですから、車外とラゲッジルームの隔たりはですね、この薄い鉄板1枚だけになりますので、とても騒音が入ってきやすい場所にもなっています。そういった状況からするとですね、こういったあとほんのちょっとの補足、これで車内も変わってきますので、車内の騒音気にされる方はですね、ぜひこれも一つのアイテムとして利用していただければと思います。はい、ということで、こういった新商品ですとか、この新型ボクシー専用の商品もまだまだ開発していきますので、ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしかったら高評価もお願いします。